ソートのオーナメントでソートはアメリカのクライスラー社が北米で展開した自動車ブランドである。1928年のクライスラー黎明期に設立された。クライスラー内において上級志向のモデルをラインナップしていたのが特徴であった。しかし自社内の高級路線の乱立による販路の混迷により、1961年までに終焉を迎えた。 デソート・ウォルター・クライスラーは、電化志向のプリムスとタイになる、上級志向の販売部門として1928年8月4日に、デソートを設立した。名称は、スペインの探検家、エルナンド・デソートにちなみ命名された。これはクライスラーが、ゼネラル・モーターズや、スチュード・ベーカー、ウィリス・ナイト等の中級価格帯で成功していた、ライバルに対抗するブランドを望んだためであった。 デソートのエンブレムにはエルナンド・デソトのイメージがあしらわれている。しかし設立後の翌1929年、クライスラーはダッジブラザーズを買収し、中級路線に据え置くことに決めたため、クライスラー内においてデソートはダッジと競合することとなった。デソートの最初のモデルはダッジよりも貝の価格帯が設定された。これにより、 第一次大戦後の経済事情にもかかわらず1932年に2万5000台を売り上げるなど、デソートはダッチに比べ堅調な売り上げを見せた。デソートエアストリームしかしクライスラーはダッチブランドを推進していく方針を取ったため、1934年までにデソートはダッチのより上位の価格帯へと変更となった。これにより、回のダッチよりホイールベースが短かった。 エアフローボディのデソートは1935年のエアストリームの販売開始まで人気が低迷した。1942年には量産車ではコード810に次ぐ市場2番目となるポップアップ式ヘッドライトを備えたモデルを発売した。これはエアホイールと呼ばれ夜以外は見えないライトが特徴であったが戦時体制に伴う民生用モデル生産の中止で 生産は早くに終了。戦後の生産再開時には、再デザインで通常型ヘッドライトに変更されてしまっている。第二次世界大戦中の生産制限が1945年に解除されると、翌1946年からデソートは生産を再開した。1948年までは1942年モデルの再生産が行われ、 モデルチェンジも行われなかった。しかしこの頃は戦後期間兵の特需により安定した売り上げを達成していた。1952年、デソートはヘミエンジンを搭載したモデル、ファイアドームシリーズを販売する。これには、ファイアドーム、アドベンチュアラー、カスタム、ファイアフライとファイアスウィープがラインナップされていた。当初はこれらのモデルはデソートにおいて、 トップラインであったが、直列6気筒のパワーマスターが登場すると、V8 エンジンを搭載した本シリーズは、エントリーラインナップに格下げとなった。1958年、経済不況により、デソートは1938年以来の極端な販売不振に陥る。この頃は、デソートに限った話ではなく、中級モデル全般が販売不振に陥っていたが、 1955年にクライスラー内でより上位の価格帯をカバーするインペリアルが設立されていたこともあってデソートは前年度に比べ60%も売り上げが低下した。1959年から1960年にかけても魅力的なモデルの訴求が行えず40%の販売低下が起こり、1960年の秋に アドベンチャーの1961年モデルイヤーが発表された後、デソートの販売終了が誠しやかに囁かれるようになった。デソートアドベンチュアラー1961年、モデルイヤーとして、買いブランドのクライスラーから新型のクライスラーニューポートが発表された時、このモデルがデソートのコンセプトと重複するものであったことから、デソートの後継モデルが販売されないことが明確と、 なり、デソートの終了はこの時決定的なものとなった。1960年11月30日、クライスラーはデソートの終了を発表、在庫が尽きた翌1961年に33年の歴史に終止符を打った。デソートは33年間を通じ、全モデル合計でおよそ200万台を生産した。日本代理店、昭和自動車広告写真。 全国乗り合い自動車相談、ありがとうございます。